皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テレビの火曜レッスンの時間となります。今野球界、大谷翔平さんのまたねワールドシリーズが今開幕中でございますけど、なかなか画面から目が離れないと思いますけれどもね。今日ご紹介するのは水森かおりさん演じる原田龍二さん。原田龍二さんは俳優さんですね、男優さんでもあり、シンガー、歌も歌ってたと思うんですけれどもね、珍しくこのトリオで、デュエットソングということで今回出しましたね。発売が10月23日発売になっておりましたんで、もうカラオケのもうすでに歌ってる方もいらっしゃるかもしれませんけどね。タイトルはモナムール、モナミ、いわゆる愛しい人よと。ね。本当のタイトルでございます、ね。ちょっとこうムード歌謡、ロマンチックな雰囲気で綺麗にまで行くかどうかわかりませんけど、まあ音程はこのキューブの部分が結構、大事だと思いますんでね。タイミングをまた外さないように、四分音符のこう張りをつけたような感じで、で一部この、サビの部分2箇所ほど、男性キーはやや中、普通の音程、音符通りの下の方の、二重になっている場合は、下の方の音符で歌ってくださればね、女性はその2つダブルになっているこの上の方の音程で歌ってくださればよろしいかと思います。まあ、結局、水森かおりさんも結構キーが高いのもお得意かもしれませんけれどもね、回転は121回転で、ちょっとこう、やや早めなんですけど、こう、ロマンチック風の歌なんで、そう早くは感じないんですけどもね、男性と女性のこう、なんていうかね、愛らしい、そんな感じで歌ってくださればよろしいかと思います。じゃあ、それでは、通販形式になっておりますんで、ワンコーラスを、重点的に歌ってみたいと思います。結構歌詞が長いもんですから、思い切るかどうかわかりませんけどね、まあ、ゆっくりと、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。雨がまた降ってきたわ。
く休んで、で、でのとこ不定ありますから、でとあのとこあります。これはこう突っ張るように。で、あった、あの日。ちょっと力を入れる感じ、踏み込むような。で、あった、あの、あの日。一拍半。見たいね。みがちょっと置くように。見たいいですね。不点があるから。いいね。ね。ここのこう、不点記号との四分音符と八分音符の、バランスよく見てくださいね。雨がまた降ってきたわ。四拍間。出会ったあの日。四拍。見たいね。ね、な感じでいいと思いますね。ちょっと男性は 甘い感じでね。なんていう感じか歌ってください。はい。こう雨がまた降ってきたわ。出会ったあの日みたいね。初めてさこんな気持ち。初めてで、ここのところは見たいね。ね、前の方は見たいね。で、1、2、3、初めてさ、初めて、手があります。不点、てさ、ね、初めてさ、1、2、2拍の1拍の半。初めてさ、トントントン、ハン。こんな気持ち。こうって伸べる。こんな。文がちょっと反拍が開けます。こんな。で、気が不定ちょっと伸ばし。気持ち。で、ここで4拍伸ばして、トン、2拍休んで、こう、こん。このまま、このまま、返した。全部不点記号とか反拍とか突っ張るように思ってください。返したくない。アカペラで言いますと、初めてから。初めてさ、いいな、こんな気持ち。うまく、感覚よく立ってみてください。じゃあ頭からいきます。雨がまた降ってきたわ。出会ったあの日期待。こんな気持ち、このまま返したくない。2、3、4、1、2、3。ここから歯切力、三連の歯切力。雨の音でこの雨の音で4つ休んで
ここはまたちまって注文だから、明かりは消した明かりは消した、三拍伸ばして、半拍まあまあで、まあまあまあで、まあまあでやで、まあまあ伸びます、あーで、二拍伸ばして三拍目ですね。ね、じゃあ雨の音でもう一回いきます。雨の音で踊りましょう、明かりは消したままで、にゃん、三拍伸ばして1、2、でこう次を繰り返しの穴、言葉なんて言葉なんていらないよ、いらないよ、言葉なんていらない、いいでしょ、アクセント、いいよ、四拍伸ばしました、一拍半、こう、ここからちょっと上がります、こう、ここだけ聞いて痛い、これちょっと上がる感じ、音をだけ聞いて、音をだけ聞いて、三拍伸ばす、で、ここでブレして、で、痛い、で、四拍伸ばします。で、四拍伸ばしてから、1、2、3、4、もうなむるもな、ここもちょっと何のとこちょっと力踏み込むに、もなむるもなみ、このみのとこが2つ音符あってくるのに、下の方が男性ですね、みね、女性はもなみみ、まあ出ると思いますけど、このキーのお互いのキーの合わせをちょっと大事に相談し合ってやってみてください。じゃあモナムルから、はい、モナムルモナミ、これ男性、男性の音です、ミー、半分、いとって、いとしひとよ、いとのところもちょっと力強く、としいとしひひとよ、ひとよ、ここもちょっと慣れないとうまくいかないからね。モナムルモナミ、愛しい人よ、三拍伸ばして一拍して、これサラサラのサとサ、ラのところね、サラサラと時がこぼれても、伸ばしは7拍ね、サラサラ、サとラのとこ、サラサラと、サラサラと、時、時がこぼ、こぼれても、ね、ここしっかり歌ってみますよね。で、こぼれても、2、3、4、5、6、7、もなむるもなみ、これ全般の音方と音程同じですね、もなむるもなみ、この瞬間は、このって近いて、この瞬間は、この瞬間は、かうわ、三拍伸ばして、二人、単独、二人だけの、二人だけの、一、二、ここは、永遠、
A のとこ点ありますか、ちょっと伸びに。A、E、A、U。ね、6拍伸びてもいいですけどね。じゃあ、そうですね、一回通しで行きましょう。なかなかうまくいかないと思いますけどね。じゃあ、それでは行きます。なっておりますんで、2番を歌ったら後半はモナムルモナミ、ここは繰り返し、1番の方繰り返しになりますね。じゃあ、歌詞を載せてまいりますんでよろしくお願いします。2人でまた息の合った歌を歌ってください。はい、I'm not afraid to die.
するのが大事かと思いますんでね、以上で溝森かおりさん&原田龍二さん、モナムールモナミ、いわゆる愛しい人よ、この歌を今日レッスンをいたしました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。